えっと、私は大阪府環境農林水産部脱炭素エネルギー政策課気候変動緩和適応策推進グループに、えっと、所属しております、えっと。私たちのグループはあの名前の通りではあるんですけれども、えっと、緩和策と適応策を両輪で推進していくためさまざまな取り組みを行っています。で主にはですねあの大阪府気候変動対策推進条例という条例を管轄しておりまして。 えっとエネルギーを太陽にえっと使用する事業者などに対してですね、温暖化対策の計画であったりだとか報告を行っていただくといったことを行って行っています。2021年の3月にですね、大阪府地球温暖化対策実行計画を書いていたしました。で、その実行計画の中にはですね、えっと住民の皆様であったりだとか事業者の方々、あとは行政が ええと、一体となって気候変動対策を推進していけるような仕組みづくりといったことを行っております。で、ちなみにですね。あのこの4月でグループ名が変わりまして、あの昨年度までは温暖化対策グループといった名前でした。で、そこにですね。あの適応といったあの名前が入りまして、グループとしてもあの緩和と適応といったことを両輪で進めていくといった意味が込められています。 適用策については大阪気候変動適用センターと一緒に連携しながら大阪府が適用策を普及促進していくといったことが位置づけられております。 で大塚製薬さんにつきましてはあの私たちの部署ではないんですけれども包括連携デスクといったところで大塚製薬さんと大阪府であの連携協定を結んでいますでその一環の中にですね暑さ対策についても大塚製薬さんにあのご協力いただきまして昨年度であれば暑さ対策セミナーの中で、えっと、ご講演をいただいたりさまざまな取り組みで一緒に連携させていただいております。 我々大阪気候変動適用センターは大阪府の地域気候変動適用センターとして地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所が大阪府から指定を受けて令和2年4月に設置されました。当研究所は全国では他に例がない環境農林水産食品の分野が一つになった総合研究機関です。 研究所ではこれまでにも農業における気候変動への対応技術の開発や水産業のための大阪湾の環境や資源などの各種のモニタリング調査を継続して実施しており現在も取り組みを進めているところですまたさまざまな調査研究機関や全国の大学大阪府の関係部局などとのネットワークがありますほか いえすこのような総合研究機関の中に設置された地域,的地域気候変動適応センターとして現場レベルでのさまざまな気候変動への適用に関する調査研究府民や事業者の皆様への普及啓発の取り組みを進めているところです。 私たち大阪気候変動適用センターでは普及啓発業務の一環として令和3年度には暑さ対策セミナーを実施しておりますセミナーでは教育関係の方や福祉関係の方また農業関係の方を対象にして気候変動に関する知見の提供や暑さ対策技術の実例応急処置のポイントなどを紹介させていただきました。 また市町村の職員を対象にした気候変動に関する講演とワークショップの開催など府民や事業者さらには行政関係者の方々に向けた情報発信普及啓発などを行っています。 まずですね、2017年にあの大阪府地気温暖化対策実行計画の中に適用策を加えて改定しました。そこで初めて実行計画の中に適用策といったものが行き続けられたことになります。でその翌年度ですね、2018年には気候変動への適用に係る影響施策集を取りまとめました。 でまたその次の年にはですねその2018年に取りまとめた施策集を大阪府の気候変動適応法に基づく適応計画としてて位置づけておりますでそのえっと2017年にえっと改定した実行計画とその施策集をですね2021年の3月に両方えっと改定して今のえっと計画と施策集となっております。 大阪府はですね、ね、適応策を七つの大きな分野に分けておりまして、農業、えっと、森林林業、水産業、で水環境え、自然生態系、自然災害、えっと、沿岸域、で健康、産業、経済活動、市民生活、都市計画生活と七分野にえっと分けております。で、えっとさらにですね、大阪は地球温暖化の影響に加えてヒートアイランド現象の影響も あの大きいですので、えっと日本や世界より早いスピードで地球温暖化が進んでいます。ですので申し上げた７分野に加えてですね、えっと暑さ対策といったものも一本の柱として進めていくことにしております。 で従来のですねあの検証制度大阪ストップ温暖化省というんですけれどもそちらには部門が緩和部門しかなかなったんですねでそこに実行計画でその緩和策適用策両輪で進めていくってことを位置づけましたんでそれを検証にも持ってきて検証にも緩和策と適用策っていうものを2つ。 あの分野として設けようということになりました。でそれが、リニューアルした、一番大きく変わったところになります。環境省の方も、令和2年度にですね。地球温暖化防止活動環境大臣表彰をですね。気候変動アクション環境大臣表彰にリニューアルされていると思うんですけれども、私たち大阪府の審査基準も、こちら、環境省の表彰の方に合わせまして、貢献度を波及。 持続性刷新性の4つの審査基準で、えー、と審査するようにしております。 で検証の、えっと、次に目的なんですけれどもやっぱり雰囲気の、えっと、企業の皆様にとってお手本となるような緩和策であったりだとか適用策について表彰しそれを大阪府が周知することで他の企業の皆さんが、えっと、お手本にできたりだとか、まあ、こんな取り組みがあるよっていうことを雰囲気全体に広めていけたらいいなというふうに思っています。 えと適用分野への応募っていうのがちょっとまだあの少なくてですね、えー、と今後の課題としましてはあのもう少しこの行政の方から働きかけてですね当センターが、えー、適用分野への取り組みとして大塚製薬さんのポカリスエットアイススラリーの開発販売と熱中症の啓発を推薦した理由としては、えー、2点ございます。えー、1点目は 気候変動に伴う熱中中症リスクが増加する中で効率の良い水分や塩分の補給を行えるだけではなく身体の内部冷却も可能な冷凍の飲料であるポカリスエットアイススラリーを開発されてこれを消防士の方々などの活動に供給するとともに一般の方に向けても広く販売を行っておられるということがあります。2つ目とととししましてはこの商品とともに 熱中症予防や発症時の対処についての情報を発信することで熱中症対策の効果的な普及啓発に大変貢献されているということです大塚製薬は世界の人々の健康に貢献する革新的な製品を創造するという企業理念のもと疾病の治療を担う医薬品事業部と 日々の健康維持増進をサポートするニュートラルニュートラシューティカルズ事業部の両輪で事業を展開しています私が所属するニュートラシューティカルズ事業部関西第一支店は大阪兵庫奈良和歌山の一府3県を担当しており私はソーシャルヘルスリレーションという担当として大阪府と奈良県で活動しています大塚製薬では熱中症の取り組みを長年にわたって行ってきましたけれども 地球温暖化化、などの環境変化あるいは熱中症の救急搬送数が減少していない状況から新しい解決策が必要だと考えていましたそこで熱中症の本質は体温の上昇であることから深部体温に着目しまして熱に対して直接アプローチする新たな熱中症対策の製品開発にチャレンジしました体の内側から効率よく冷やすために 氷の吸熱反応を利用して冷却することを考えましたそれがこのアイススラリーですでもともとアイススラリーという考え方はありましたが製造に機械が必要だったり一旦溶けると元に戻せないため保存や携帯性が困難であったりあるいは使用できる環境が限られているということで一般化しませんでした大塚製薬では高濃度の えー、固体粒子を液体に溶解凍結させ科学的に流動体を,を形成する技術を開発しましたそして、えー、冷凍庫で凍らせることができて常温保存が可能で、えー、再凍結してもスラリーを再現できるということでこのアイススラリーを開発しましたまずは飲める氷として冷凍しても流動性を持たせることあるいは風味のバランスなどが大変難しかったそうです この処方には大塚製薬独自の特別な技術を用いているということで聞いておりますまた開発までにですね、3年間も期間を費やしたというふうに聞いております高温多湿の環境での運動や作業前に事前に体を冷やしておくプレクーリングを推奨しておりますまた激しい運動や作業などで体が熱くなった時の 対象としててもご利用いいただいております暑熱環境の職場やスポーツのシーン暑熱環境で活動する全ての方へ飲む氷として熱中症対策という新たな選択肢を提案をしております大塚製薬の特徴でもあります自治体さんと連携した活動に加えて身体内部冷却という新しい熱中症対策を実践できる製品としてポカリスエットアイススラリーが 注目そして評価されたことは大変嬉しく思っています。世界の人々の健康に貢献する革新的な製品を創造するというまあ企業理念を持つメーカーですので、非常にあの製品が注目されたということ評価されたということに感謝しております。これはちょっと個人的なお話ですけれども、まあこれまで熱中症対策をまあさまざまな健康課題の中の一つという認識でいました。 ところがですね大阪府エネルギー政策課様との公民連携を通じて地球温暖化などの気候変動による環境問題でもあるという認識に変わってきましたそして地球,地球がこう未来に向けて適応していかなければならない大きな問題ということで地域レベルの適応を推進していける,いけるように地域連携の必要性を自治体に働きかけるようにもなりました。 また、それを社内でしっかりと情報発信をするようにしています。熱中症の本質は体温の上昇だという理解を深めていきたいと思ってます。そして、ポカリセットアイススラリーを通じて、水分と電解質補給に加えて、身体冷却の重要性を発信し、人の体温調節を支えていきたいと考えています。そして、科学的根拠、エビデンスに基づいた、 ポカリスエットブランドだからできる、説得力のある活動にしたいと思っています。地域での連携するプラットフォームの構築に注力して、さまざまな健康分野で持続可能な活動が推進されるような、そんな仕組み作りを行っていきたいと思っています。アイススラリー私もも一、ね、ついただいて、えー、っと飲んでみたんででみすけれども あのやっぱりですねシャーベットとか,そのなんかこう冷たい飲み物ってあると思うんですけどもやっぱりそれとは違ってですねやっぱり流動性がある分すごく体の中からすごく冷たくなっていくことをあの私は感じました。であとと、まあ、学生のことと 頃を思い出してみると多分凍らせたペットボトルとかを部活動とかに持って行ってはいたんですけれどもあのやっぱり飲みたいタイミングにはもうぬるくなってしまっていたりだとかあと飲みたいのに固まってて飲めないとか,な,んかなかなかこうベストな使い方ができてなかったんですけれどもあの活動の前に あ,のあらかじめあの体の中をあの冷却していくっていうプレークーリングっていう手法っていうのはあのすごい画期的だなと思いましてアイスラリーを使ってプレークーリングできていればあのすごく熱中症対策にもあのつながるんじゃないかなっていうふうに思いました。やっっぱり適応策っていうのがあのまだ あの緩和策よりかはその事業者さんの中に浸透してないところがあるなというふうに感じましてやっぱり新聞などでも緩和策のあの記事はよく見かけますがまだ適応策っていうその言葉自体がまだその浸透してないなとは思うんですだからその検証の方でも適応策の分野には少しま応募が少なかったりすることが現れてきてるんだろうなとは思うんですけれどもただあの。 えと事業者さんも適応策を全くしてないわけではなくて例えば沿岸域に建てられている工場の皆さんであればもう適応策っていうのはあの自然にやっているといいますかあの取り入れてはいると思うんですただそれを適応策ときちんと認識して取り組んでいるかそうでないかっていうところがあると思いますので。 えっと、きちんと適応策っていうのをこう認識して取り組んでいただくことできちんと将来予測を踏まえたようなこう投資であったりだとかあの、えっと、設備投資をしていただくことができるのではないかなと思いますのでやっぱり適応策の普及っていうのがすごく大事だなとあの日々感じております。